の就任会見を始めたいと思います。本日の会見は30分程度とさせていただきますので、ご協力のほどよろしくお願いいたします。ではお願いします。会見の方を始めさせていただきます。はじめに山田敏彦協会委員よりご挨拶を申し上げます。こんにちは。先月9月24日の理事会において、協会委員長を拝命いたしました山田敏彦です。この話をいただいた時から現在に至るまでも本当に私でいいのかというところは自問自答している日々でございます。協会委員会の方には2013年より関わらさせていただきまして、まあ副委員長 の東京までの5年間も含めて、今も関わらせていただいているんですけれども、まあそれだけでなく、まあ国際委員会から審判委員会、そしてまあオリンピックのスポーツマネージャー、また海外での指導経験等、まあそうしたことを含めて、対応しろというところで、ご指名いただいたと思っております。まあ、これまで の歴代の委員長に比べますと、お力不足は否めないんですけれども、その分皆様方のですね、お力を借りながら、そしてこの隣にいます両監督とですね、また協会委員の皆さん、そしてコーチの皆さん、そして全10年の皆さんと力を合わせて頑張っていきたいと思いますので、今後ともよろしくお願いします。続いて山田協会委員長より新寮監督のご紹介をさせていただきます。お願いします。はい、それでは新監督の方を発表させていただきます。男子監督鈴木啓司先生、よろしくお願いします。女子監督塚田真希先生、よろしくお願いします。ただいま発表がありました男女両監督それぞれからご挨拶並びに今後の強化方針についてお話しいたします。まず鈴木啓司全日本男子監督の方お座りください。はい、お願いいたします。はい、ただいまご紹介いただきました鈴木啓司です。パリオリンピックからまたロスに向けて男子の強化の監督として拝命をいただきました。また東京オリンピック後に受けた監督の話とはまた違った気持ちでいます。緊張感も当時よりもありますし、また今度はロスまでの4年間ということで、この4年間私は経験したことがありませんので、しっかりと選手の選考であったりとか強化の形などを進めさせていただけたらと考えております。強化の方針としましては、まあ、4年間ありますので、しっかりと今まで、コロナ禍で行えなかった若手の強化、または、若手の国際大会への派遣、そして、オリンピックにつながるような選手の強化といった形で、この4年間を使わせていただきたいと考えております。選手、この世界で戦える選手を見落とすことなく、またオリンピックでの金メダル獲得という目標をしっかりとぶれずに持ち続けた4年間にしていきたいと考えております。パリまでの選手選考に関しては、時期も時間帯の都合上、なかなか若手の強化ということに取り組むことはできなかった時期もあったんですが、今回4年間ということで、しっかりと4年後のロスを見据えた強化というものを行っていきたいと考えております。よろしくお願いいたします。ありがとうございました。この度女子、全日本女子監督を拝命しました塚田真希です。今日はよろしくお願いします。まず
まあ、今回このような形で、こういった役割をいただくことになり、まあ、自分としては増地前監督が行っていた、まあ、選手の主体性を持たせて、準備力を持って試合に臨んでいくという点をしっかり引き継ぎ、そしてまあ何より選手の長い人生の中で、日本代表としての時間というものが、まあ、充実したものになるよう、まあ、サポートしていくこと、それがまあ結果につながるように目一杯全うしていきたいなというふうに思っています。今後ともよろしくお願いします。ありがとうございました。それでは代表質問でいきます。テレビ東京の立川さんお願いいたします。テレビ東京の立川と申します。よろしくお願いいたします。まずは山田協会委員長にお話を伺います。パリを終えまして現状の日本チーム、まあ、男女それぞれどうご覧になっているか、まずはお聞かせください。はい、こちらはい、パリの方ですね、力を結集して、臨みました。ただもちろんご存知の通り東京に比べると非常にですね、厳しい状況、ただ、まあ、このリオと比較しますとそれほどですね大きな差はないというところで、やはり、まあ、今回は3年というスパンでですね、今まで、まあ、日本に関わらずどの国もその3年スパンというところで、まあ、先ほども鈴木監督の方からもありました通り、なかなかそこの持ってき方っていうのが難しかったのかなと思っております。ですが今度はまた4年のスパンに戻りますので、まあ、そこで若手の登用を含めて、そしてベテランとのですね競い合いも含めて、そういったところも考えながらですね、ロスに向けて力を合わせて頑張っていきたいなと思っております。具体的に強化していきたいポイントだったりというところはありますか？そうですね、やはり対外国人選手のところはですね、やはりそこにいかに若いうちからですね、慣れさせていくか、まあ、そこに対応していくか、またそうしたところでそこに対しての使える技というかですね、それに通用する柔道をいかに若い時からですね、ジュニアの時代、またもっと前の時代からそれを作っていけるかというところは、まあ、今回に限らず必ずやっていかなければいけないかなというところを一番に思っております。でまあ、しっかりとした中で競い合いながらですね、そうした中で、その選手たちがですね、より高みを目指していけるような形を強化の方で模索しながらやっていきたいなと思っております。そういった中で今回鈴木啓司監督が再任、そして女子は塚田真希監督が新任という形になりました。両監督への期待を聞かせてください。はい、まず鈴木先生はですね、もうパリに向けてご尽力いただきまして、そしてまたその思いを持ってですね、そのこの1回、オリンピックを経験して、そして次の4年間かけてですね、ロサンゼルスで、本当に鈴木先生 の、 まあ、集大成というかですね、その鈴木ジャパンのところを出していただけると思いますので、今までの3年間のやってきたこと、そしてまたこれからやるところっていうところはもうご本人の頭の中にも本当にしっかりとあると思いますので、そこをできるだけサポートできるような形で思っております。そして塚田先生の方ですね、今回新たに女子監督の方に就任されました。でまあ、よく今回女子が初めてだというところでお話が多分出るかと思うんですが、女子男子限らず今の一番の適任者というところで、まあ、先行したですので、まあ、ご存知の通り大学の方でもですね、学生の団体戦含めてまたいろんな素晴らしい選手を今までも輩出されてますので、そうした経験、そしてご自身の今までのですね、強化選手として、またオリンピックチャンピオン、世界チャンピオン、全日本チャンピオンとしての経験、そうしたものをですね、思う存分発揮されて、そしてまた先ほどありましたようにコーチとしても今まで十分されてますので、全日本のコーチとしてもされてますので、自分の中に頭の中に描かれているですね、思いがあると思いますので、それを思う存分出していただいて、それをやはり、まあ、協会委員会としてはしっかりとサポートしていきたいなと思っています。ありがとうございました。続いて男子鈴木啓司監督にお話を伺います。はい、パリオリンピックからおよそ2ヶ月が経ちました。改めてパリでの男子チームの戦いというのはどうご覧になってましたか？はい、まあ、非常に厳しい結果を想像する方もいらっしゃったと思いますし、中には非常にこう日本チーム全体の雰囲気というものも含めて、あまりこう良くない空気感が出ているというふうに私に言ってくる方もいました。
その中で、この3年間で、まあ、しっかりと強化を行った上で選手を選考してオリンピックに、挑戦することになって、結果的に選手全員の戦いというものが、私または応援してくださっている方の想像をはるかに超えた戦いもあったんじゃないかなと思います。やはりこのオリンピックという舞台は私も監督として初めて経験しましたけども、今までのグランドスラムや、まあ、マスターズ、世界選手権、柔道の最高峰と言われる大会とはまた違った雰囲気があって味があって、そういったものをパリで感じることができました。この一度経験したからといって慣れるということはないと思います。またこのロスに向けて同じ空気感で行くということは絶対にありませんし、また新たなロスに向けての強化というものをしっかりと行っていくということが、私にとっての今覚悟として持っている気持ちです。そういった中でパリの、代表になった7人7名の選手には本当に日本代表として誇りを持って戦ってくれたと今でも思ってますし、本当に感謝の気持ちでいっぱいです。それぞれが忙しくしているようなので、なかなか会う時間というものは多くは取れないんですけども、まあ、昔話もするでしょうし、今後に向けての話もそれぞれするでしょうし、いろいろな形でこのパリの代表7名のサポートというものも今後しっかりと行っていきながら、また新たな代表になるであろう選手たちへのサポートや強化もしっかりと行っていきたいなと改めて感じている2ヶ月です。はい、以上になります。先ほど若手の強化というところを一つポイントに挙げていらっしゃいましたけれども、はい、まあ、4年後のロサンゼルスに向けてはどういったところを高めていきたいというお考えでしょうか。はい、3年間という期間ですと、例えば東京オリンピックで勝った選手が次も出場する時間帯なんですよね。4年間だと1年休むとか少し試合を選ぶっていう時間帯も作れると思いますし、今までもそういった選手もたくさんいましたけども、3年間という中での選手選考となると、また東京のオリンピックのメダリストも出てきて、そういった選手が中心にパリまで動くという状況でした。ですけども今回4年間という期間がありますので、若手でこれからオリンピックに向かっていけるであろう選手というものも今実際にいますし、これからの今年世界選手権もありました、そこでしっかりと成績を出した結果を残した選手なんかも含めて、見落とすことなく強化をしていく、または大会に派遣する合宿などに参加することで、もっともっと自力も実力も上げていくという時間を取れるんじゃないかなと思っています。またしっかりと、ロスに向けての強化というものは私一人の考えじゃなくて、各これからコーチになっていただけるだろう先生方やスタッフの方々と共有しながらチームが一つになって進んでいきたいなと思っています。ありがとうございました。続いて女子塚田真希監督にお話を伺います。はじめに監督候補に挙げられた際にはご自身ではどういうような感情だったり思いというのがまずは浮かんだんでしょうか。初めてまあ、そういった候補に入ってるっていうふうに聞いたときには、まあまあ、半分非常にこう嬉しいなというか励みになるなっていう部分と、あとは、まあ、現実的にどこまでそれが本当に可能なのか、ちょっとその自分の思いと、まあ、環境的な問題とどうなんだろうっていうところでちょっと揺れ動いたような記憶があります。まあ、そういった中でこう新任になりました。パリオリンピックでの戦いというのもご覧になったと思いますけれども、現状の日本女子チームというのはどう捉えてますか。パリで の戦いぶりというのは本当にテレビを通して応援していたんですけれども、まあ、非常にやっぱり厳しい結果だというふうに言われている中で、まあ、それでも新しい取り組みをして実際に選手のことをサポートされてきたということも実感している部分がありますし、結果についてはやはり結果を目指さなければいけない集団なので、しっかり検証することは必要だと思うんですけれども、その中で軸として取り組まれてたことっていうところは私自身やっぱり大事にしながら、改めてどういうふうにしていけばこの結果にしっかりつなげていけるのかっていうところを、まあ、冷静に分析しながら一緒に共に戦ってくれるスタッフの皆さんと協力し合いながらもやっていきたいなというところではあります。先ほど山田協会委員長からもお話がありました。適任者というお言葉がありましたけれども、
日本代表の中では初めてとなる女性監督の誕生です。そのあたり思いがあればぜひ聞かせてください。はい、あまりこう意識するなっていうふうに言われてもやっぱ意識してしまう部分は正直あるんですけれど、でも本当に一番励みになるような言葉を山田委員長の方からいただきまして、そのやっぱり期待にしっかり応えれるようになることと、あとはこの今回こうして役割をいただいたってことが必ずまた次の世代につながるように、そういう責任感というものを持って全うしたいなと、それは非常に私の肩に重くのしかかっています。その中で一番はやっぱり人と人としてまずは付き合っていくっていうところを大事にして、学生柔道ですけれどもここまで向き合ってきましたので、その部分と自分自身でも新しくアップデートした部分がどれだけ全日本の選手に通用するか、通用しなかった時はまた自分が改めてどれだけ謙虚にやっていけるかっていうところだと思いますので、チャレンジ精神を持って臨んでいきたいなというふうに思っています。ありがとうございました。代表質問以上です。監督はもう 2期目ということで、はい、パリでの、経験もありながらの、4年間になると思いますが、松川先生にも後ほど同じ質問をしたいなと思っておりますが、ここから4年間で一番自分の中でモットーとして大事にしていきたいこの信念の部分があれば聞かせていただけますでしょうか。はい、先ほど塚田先生が少し出した言葉なんですけども、人と人として向き合うということ、これ監督と選手という立場ではもちろんあるんですけども、立場上はあるんですけども、やはり選手の気持ちをしっかりと理解する、我々は人間でなきゃならないし、我々も言ってることをしっかりと理解してもらえるような選手になってもらいたいという思いでいます。その中でやはり選手一人では試合場に上がって勝つことは不可能だと思います。我々がその少しでも力になれるような存在にならなきゃならないと思ってますので、その気持ちをしっかり持って人と人と付き合う、人と人として付き合うというような気持ちをしっかり持って向き合っていきたいなと、選手とまたはスタッフ、コーチスタッフと向き合っていきたいなと考えています。はい、塚田先生にも同じ質問をお願いします。信念の部分もちろんあると思うんですが、新任、ご自身の日本代表経験なども含めてですね、その外から見た中で自分の中でおそらくできること、変えたいこと、いろんな思いがブレずにここだけは守っていきたいという部分があれば教えてください。そう、はい、そうですね、もう鈴木先生と一緒になっちゃうんですけどそこはもう大前提にしながら、本当に団体戦もありますから、やっぱり男女での協力し合ってやっぱり金メダルを目指していくっていうところもありと思いますので、そこ本当に私自身も大事にしながらやっていきたいなって思うのと、あとはこう強いてあげるのであれば、やっぱりしっかりしたコーチングと、技術の提供っていうところをやっぱり選手に与えていけるようにやっぱなっていきたいと、もうそこに尽きるかなと。そこでまずやっぱりこう変化の激しい今時代ですから、そこにも対応して適応して、それをこう提供していきたいっていうところをちょっと自分のこう核として持っていきたいなというふうに思っています。ありがとうございます。17年にですね、山下さんが全柔連の会長になったときにこう質問しました。副委員長、副会長が女性は一人もいないし、だから東京オリンピックを控えて、女性の監督を
地元のオリンピックでもあるし、女性の監督っていう世話はなかったのかと聞いたら、山下さんはこう答えました。木村さん、東京五輪を控えて女子の監督というのはいろいろありました。しかし、女性がやれるような環境づくりをきちんとやっておかないと失敗すると、こう言ったんです。で、それを言って、現在、北川さんが始めました。ということは、全従連としては、女性が監督をやっても失敗しない環境づくりをやれたと、逆説的に考えると、そう私は思いますけど、紹介します。社名と名前をお願いします。木村です。はい、ありがとうございます。そうですね、環境のところですね。ただ環境云々よりもまずそれに担う方がいらっしゃるかどうか、また最適な方はどうかというところで私自身は選択させていただきました。そういうところで塚田先生に、まあ、もちろん所属の問題等も普通やはり就任に向けてはありますので、そのところがどうかというところは置いておいて、まず塚田先生の方に、まあ、お願いをしたというところで、そこを、まあ、心よく受けていただいたというところでは思っております。ですので環境を含めては、まあ、これからもよりそこがサポートが必要なものであればしっかりと整えていきたいと思いますし、まあ、しっかりとここまで皆さんご存知の通り、先ほど申し上げましたけれども、塚田先生が、まあ、ご指導なされたところを見まして、やはりそれだけの十分な準備もできているなというところで、選出させていただきました。そこのところの先ほどおっしゃられたところに関しましては、もし今が足りないのであれば、またそこはしっかりと整えていきたいなと思っております。すみません、言葉尻のところだけでですね、私も、今聞いたばっかりでそれを言われても、そこに関しては何ともお答えできないところであるんですけれども、ただもしその環境がというところであれば、これからしっかりと準備をしていきたいというところで思っておりますし、それに、女子の監督を担うだけの塚田先生のですね、お力があるところを、そういったところは十分理解して、お願いをしたというところになっております。通信の村方です。よろしくお願いします。両監督に伺いたいんですけれども、先ほども少し話はありましたが、パリの結果を見た上でですね、これまでの4年間、まあ、これまでの日本女子ではできなかった、何かこうやりたいなと考えている新しいアイデアがあれば差し支えない範囲で教えていただきたいのと、協会委員長にはもう交流会始まってグランドスラム東京も迫ってきますけれども、来年の世界選手権の代表選考方針がどの程度まで決まっているのか、早期内定制度を維持するのかどうか、そのあたりも差し支えない範囲でお願いします。はい、 やりたいことってことですよね。はい、今後、はい、まずはパリオリンピックが終わりまして、この4年間の中での私の引き続き継続という形での目標の一つとして、やっぱり最重量級の強化というものを、この4年間掲げていきたいと思っております。この3年間、東京からのパリまでの3年間で、掲げた目標の一つではあったんですが、今回のパリオリンピックでもメダルを獲得することができませんでした。ロスに向けて、目標は、大きな目標として金メダル、この目標はぶれずに4年間強化をしていきたいと考えております。はい、まだまだちょっと手探りなところがあるんですけれども、鈴木先生がちょっとおっしゃられたように、若手の育成っていうところを、重点的に取り組んでみたいなと、増先生もなかなか課題として3年間の中で若手の育成までなかなかいかなかったっていうことを、挙げてらっしゃったので、そこに関して注力していきたいなっていうような思いはあります。
はい、世界選手権に向けてというところなんですけれども、まだ先生方とですね、そこのところ膝詰めして、しっかりと話せていないところがあります。もちろん私自身の考えというのはもちろん持ってますし、両監督もお持ちだと思うんですけれども、副委員長含めて、そして新たにまた選ばれたコーチの方々とですね、しっかりとそこは詰めていきたいと思っております。ただ強化システム的には今決まっていることがありますので、それを始まっているところで途中で変えるということは、やはり途中で混乱を招きますので、一定のところではそこを踏襲しながら、次に向けてですね、しっかりとそこに関しては新たな形を打ち出していきたいなと思っております。ありがとうございます。もうお時間になりますので、最後の質問とさせていただきたいと思います。ご質問ある方、最後じゃあお二人。朝日新聞の塩谷と申します。両監督にお伺いしたいんですけど、鈴木監督にはパリ五輪の結果があり、次とすごい、4年後ですけれども、パリを軸に考えた場合、今後の4年間の展望というのは、今その明るいとか曇りとか、その辺の見通しみたいなのをどういうふうに感じていらっしゃるかを伺いたいです。あと塚田新監督は現役時代は欧州に追いつく追い越せという状態で、代表合宿かなり厳しい合宿を経験されてきたと思います。一方でコーチ時代は南條監督のもとで、今の路線につながるその選手の実勢をかなり大事にする、代表チームを作ってきたと思います。世界の状況がかなりレベルが上がってきている中で、今後の代表チームの評価方針というものを現状でどのように考えていらっしゃるか、あるいはコーチ人事において大事に考えている部分というのがあれば教えてください。はい、まず男子の展望ということで、先日まで世界ジュニアが行われていました。でこの世界ジュニアの選手たちがそのままロスに向けての強化の対象の一つのカテゴリーになると思います。で今回金メダル4つ、銀メダル1つという結果で、団体戦も金メダルということで、非常に塩谷さんが今言われたような展望という言葉で表すのであれば明るいかなというふうに思っております。ですけども、4年後ですので、どの選手がどのように強化、どのように強くなってくるか、またどのように勝ち上がってくるかというのは、少しずつ日を重ねていって見えてくるものもありますので、最初に言ったように見落とすことなく伸びてくる選手、または強くなるだろう選手を見落とすことなく、しっかりと広い視野を持って強化に取り組んでいきたいと思っております。今のところ、展望を明るくいたいなというふうに思っています。はい、すみません、質問が、私の場合、あれですよね、代表チームの計画というか、はい、どういうふうに代表チームの計画ですね、性格、強化の場だった人は今と少し違う、極端に違いがあると思うんですけど、北田さんとしてはどのように代表チームに。そうですね、やっぱり海外のチームが本当に非常にこう実力が高い状況の中で、どれだけこう挑んでいくかというところに関しては、しっかり作り込まなければいけないというところの考えはあります。その中でそこの部分に関しては、やはり選手と指導者間でしっかり信頼関係をやっぱり構築するというところが一番望まれるとか必要とされることかなと。その中でしっかりこう土台作りというところを目指していきたいなっていう思いはあります。そのでまたそういったことをこう可能にするコーチの方々にお願いをしていて、しっかり海外経験があるっていうことと、あとは高い技術力が提供できるかっていうところ、そしてコミュニケーション能力が非常に高いっていうところを、この3つ自分の中で立てて、でその中でコーチ人事の方を進めていきたいなというふうに思っています。以上です。スポーツ報知の林です。両監督にお伺いし
はい、ありがとうございます。男子に関しましては、昨年ぐらいからですかね、国際大会の派遣または国際合宿等の派遣も、ジュニアカテゴリーにおいても若手と言われる選手たちの派遣も少しずつ行えるようになってきました。ですけどもまだまだ、コロナ禍というものと、あとは、まあ、予算いろんな兼ね合いがあって、まだまだ満足のいくような、強化の派遣というものはできてないと思っています。はい、その中で今後ですけども、やはり、まあ、一つは予算というものがしっかりと、これからも、まあ、強化だけではないですけども、やはり強化にもしっかりとこう監督として納得のいく派遣ができるような、予算というものがあるとありがたいなという思いでいます。あとは、まあ、若手の選手層に関しては十分熱い、カテゴリーの選手たちがいますので、ここは、まあ、ジュニアの先生方と我々シニアの指導者と、あとは所属の先生方と学校の先生方も含めて、みんなの協力を、一つにして強化を行っていくということは、これから非常に重要になってくると思います。多感な時期の子たちもいますし、怪我や、成長で悩んでいる子もいるでしょうから、そういった子たちの、強化というものも含めて、本当に100人いたら100人違った選手で、そういった選手たちへのアプローチというものもしっかりと行っていきたいと。一つ課題としては、ジュニアのカテゴリーにおいてもそうですけども、やはり100キロ超級の選手の、強化がまだまだ不十分かなと思ってます。これは我々だけの問題ではなくて、柔道人口とはいろんな、兼ね合いがあると思いますけども、しっかりとこの100キロ超級というもの、一番大きいクラスの強化というものは引き続きシニアだけじゃなくてジュニアもそうですし、各カテゴリーで行っていきたいというふうに思っています。そうですね、やっぱり海外経験を早い段階からしっかり積んでいく機会っていうのをこう設けていくことかなというふうに思っています。まあ、なかなかやっぱり柔道のスタイルっていうものも、まあ、国内で、まあ、審判も違うっていうこともありますし、その全くやっぱりなかなかその海外の雰囲気もそうですけど、それをこう日本国内だけでこう感じるってこと難しいと思うんですね。なのでそういう状況の中で、まあ、経験を積んでやっぱりそのしっかり想像できる環境というか、そういうところをしっかりこう提供していきたいなと。で、まあ、所属の先生ともしっかり課題を共有して、まあ、その国内にいても海外に向けたしっかり強化ができる環境を整えていくっていうことが必要なのかなというふうに考えて、まあ、取り組んでいきたいなというふうに思っています。